どうも、バンちゃんです。バンビです。ちょっと今日の撮影なんですけども、旧車ショップのガレージ803のガレージにちょっと初潜入企画で急遽ちょっとお邪魔しに来たんですけども、まさかの撮影が NG ということで、ちょっとどうしてもちょっとこの素晴らしいガレージを皆さんにお伝えしたくて、ちょっとバンちゃん勇気振り絞ってちょっと潜入調査入っちゃいます。調査ちょっとちょっとそちらの奥に今従業員さんかながいるんで、ちょっと聞いてみるか。ちょっと行くか。行こう。すいません。はいはいはい、こんばんは。ちょっと今、ガレージ803のガレージをさっと潜入企画で YouTube 来たんですけど、ちょっと社長さんに NG を食らっちゃったんですよね。社長だ、そういうのダメなんですよ。あ、ダメなんですね。ちょっとね、ちょっと YouTube あまり本人は出るのあんまないですもんね。あ、でも皆さんにどうしてもこのガレージの良さをお伝えしたいので、そうですよね、はい、でも社長そんなに怒る人じゃないから、あ、こっそりで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。大丈夫でしょ。ですか。あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。あ、今社長の、あ、これ社長の会社で リニューアルしたばっかで、はい、いや、これは本当かっこいいですよね。そうそうそう。これ撮って大丈夫ですか、社長さんの。あ、もう内緒で内緒で。あ、社長さんの社長さんウィリー職人ですからね。あ、そうですね。バンチャンネルでもこのウィリーでこうかなり人気で、このレッドブル仕様、もうフレームからもうフレームからフレームですね。あ、フレームからですか。そう、これは GS ですね。これは GS、正解、はい、正解です。すぐ間違えました。これは、あ、ワイワイファクトリーさんのマフラーです、ね、ワイワイさんのワイマック。ワイマック、あ、ワイマックめっちゃいいっすよね。もうすごいですよ。いや、めちゃくちゃいいっすよね。僕もチャット感をつけてたんですけど、それ違う、チャット感じゃない、それは。あ、違うんすか。チャッテ感そう、でも本当にワイワイ、ワイマック感は本当にすごいね、バンビ、うん、ちょっとバンビも後で俺の GS 直ったら、うん、バンやってみて。そう、俺の GS 直ったっけ。あ、俺の GS。 ちょっとこちらもよろしいですかね。これ803ですね。ちょっと暗い。こちら、社長さんの、愛車の GS400 でしたけど、まあ、ちょっと奥にも、属車仕様の旧車がずらりと、ガレージ803のがあると。まあ、こっそりだよ。僕、803の、これハンドル使わせてもらってるんですけど、ああ、もう。めちゃくちゃ良くて、TikTok とかでも、どこのハンドルですかってか、結構来るんですよ。ああ。はい、だからちょっと、もしよかったら、そちらの概要欄からチェックしてもらってですね。八幡、ね、さんの話、勝手に話してもらっていいですかね、インスタ。いいでしょう。あ、いいでしょう。あ、わかりました、わかりました。よかったです。了承いただけて。じゃあちょっと、そんなことで、はいはいはい。計何台ぐらい撮影 OK ですかね。そう、まあでも、ね、こっちかの、まあ、こっそりだ。あ、こっそりいっちゃいますか。こっそり。じゃあちょっと、お邪魔します。え、一緒にいいですか、じゃあ、そのまま。あ、じゃあ、このまま、じゃあ。いいですか。まあ、こっち来てもらって。はい。ということで、こちらがじゃーん、先ほども出ましたが、ガレージ803さんが手掛けるこの旧車シリーズですね。ということで、すごいカラフルな仕様になってるんで、ちょっと一台一台見ていこうかなと思います。じゃあ、このバイクからですね。これバブですよね。ちょっと違う。こちら多分ガレージ803といえばみたいなところなんですけど、このレッドブルの GS ですね。これであれです、ちょっと TikTok とかでもコメントいただきますが、ハンドル803のすごい僕も使ってて運転しやすいハンドルなんで、こちら興味あればぜひインスタ概要欄に話していただきますんで、まあ、勝手にいいですけど、ちょっとご連絡していただければと思います。あれ、今何でしたっけ。フリーム今ちょっと切れてる。切れてるんですよね。あ、じゃあインスタちょっとチェックしてもらって。そうっすね。考えてあれば社長の方からね、僕
そうですよね。ちょっとそこはあのインスタの方を随時チェックしていただいて、出たらもうすかさずメッセージお待ちしております。とあとはあのこちらですね、 GS の、 あのエンジンフレームの補強、エンジンアームですね、このエンジンハンガーこれですね、エンジンハンガーで、これがあのちょっと見づらいかもしれないですけど、あの始まるってこう、これ始まるってこう刻印されてて、刻印、まあ切り込み、これこれこれが、これ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 見た見た、これがエンジン、エンジンハンガーですね。これはあのガイジャーの質問されてて、奥にちょっと見づらいかもしれないですけど、こちらあの始まるって書いてあって、刻印はあのなんかあの刻印みたいなのが入ってますね。これがあるとあのフレームが曲がりにくいといった、そう、転んでも事故してもフレームは大丈夫。ああ、そこ大事ですよね。やっぱあのウィリー職人の方とか、あもうぜひあのあれですよ、フレーム曲げないようにいきましょう。あとあとおしゃれのために。そうですね、おしゃれのために、うん、とこちらあのあれですか、あのポール職人、ポール職人の、あ、ね、あのリエ君がよく乗ってますけど、まあ、今日乗って帰っちゃおうかなと思ってたバイクです。動画でリエ君が何だかってなっちゃいますよね。はい、ということであのリエ君はあのちびっ子お父職人にすごい有名で、昔の動画などはあのバンチャンネルに出てますんで、ちょっとチェックしてもらえればと思います。めちゃくちゃあのモンキーでうまいコールしてたのが、今大人になって GS でめちゃくちゃうまい吸い込みコールしますんで、要チェックです。おかしいよ。いや、ステージとかね。はい、そうです、ステージとか。あ、ステージ、ステージ、ステージ。あ、ステージ、ステージ、ステージ。なんて言った？あ、スマイル仕様でこう、できてるんで。そうそう。そうですよね。こういう。キャラクターね。はい、ハチマさんの。かわいいね。かわいいですね。はい。ということで、あ、これハチマさんね。大丈夫、ハチマさんですよ。はい、続いてはですね、これはハイヤー仕様の、これはザリですよね。おお、いいですね。この、まあ、ザリってこのタンクに特徴がすごいあると思うんで、まあ多分知らない方はこれを見てちょっと勉強して、みんな知ってますよね。僕が、じゃあ僕は素人向けでもちゃんと見てね、ワンチャンネルで旧車を勉強できるんだという本を見ていただければと思います。まあこちらもステージ、覚えたからすぐ使わせます。ステージもファイヤー仕様が滞っておりますね。はい、これはあれですね、うん、そうですね。じゃあ続きましてはこちらはバブリーンということで、これはホーク2で、まあ、昔これ僕も乗ってたバイクで、いいですね、このとんがりのフェンダー。そうですね、はい、これも、そうですね、今初めてできたと思うんですけど、いいと思いますね。あとはこのやっぱり風防がついていることによって、ちょっと属者感が漂って渋いですよね。このでこう、こういう風防もやっぱあるんで、あー、確かに、そうですよね。まあ、そういうカスタムもぜひ、ちょっと皆さん参考にしてみてください。懐かしいですね、バブリー。本当に？あと、八幡さんのこの、見てください、ステッカー見える感じですね。ちょっと逆向きになっちゃうんですけど、この可愛いスマイルなんです。続きはこれはもう GS ですよ。これはもうだからもうあれですよ、ガヤジハチマさんもう本当にこうメインでこう人気のある旧車がずらりと並んでて、まあ属車にしたい方など、あのガヤジハチマさんでこういった属車もあのしたい方、ぜひではですね、あのハチマさんのインスタにあのお気軽にお問い合わせしていいですか？あ、もう大丈夫ですよ。あ、オッケーです。あの従業員さんに OK もらったのでOK ですね。はい、続いてですね、あこちらはザリですね。はい、ということで、あのカスタムはこう紫の色でこうイメージされてますね。
ート長いですね、めちゃくちゃ長いですね。でも、このシート大丈夫なんですもんね。あ、もう全然あのこれは車検通る時、あのザリなんで全然車検通る時ザリなんで、あの全然あれですよ、あのこのままずっと乗れるんで、あ、はい、あの気にせずにバンバンしましょう。じゃあ最後です、あれこれだめ、だから、だっけバンビの友達乗ってなかった？友達じゃないわあ、違う、これ勝った、これ勝った、違う、これは勝った、これ違う、あ、デッサンだ、デッサンだった、そうだこれは乗ってやんないです、それは勝つします。友達だったんだ、マブ、ダこれは乗せられないです、間違えちゃった。佐々木くんかと思っちゃった俺。あー、ちょっと似てたよね、色がね。うん、紫だったから黒入ってなかったんだけど、まずいな。じゃあこれ席に直してあれバンビ、これってあれじゃないですか、このオンリーワンのテツさんで、あの以前にバイク紹介もやらせてもらった極上給料ですね、こちら。かっこいいですよね。まあ、あの愛車紹介のリリースさせていただいたので、こちら過去動画ぜひ見てください。はい、ということで、はい、ということで以上が、属車仕様の旧車がずらりと、並んでいたので、ちょっとどんなバイクで、どんなカスタムがあったのかっていう紹介の方をさせていただきます。ありがとうございます、はいはい、これはちょっとあの社長さんに内緒で、そうですね、はい、いっぱい もうそろそろ帰ってくると思うんで、はい、じゃあちょっとこの辺にしといて、いや、まだ他にもいっぱいあるんですよね。あ、そう、まあそれまたなんか今度次回よかったら、そうですね、自分の方からもあの説得しとくんで。ああ、ありがとうございます、はい、すいませんあのじゃあそんなことで、まあちょっと他にもいっぱいあるんで、そちらは次回ということで、はい、やっぱあの社長あのウィリーが、そうですね、ウィリー職人で、あのすごい有名なので、ちょっとその極意は次回あとこっそりそれもそう取っちゃおうかなと思うんで。そうですね、あとちょっとこっそりバンビがまたがったシーズン、ね、あ、大丈夫でしょう、大丈夫ですかね、大丈夫社長見たら怒られちゃうかもしれないよ、大丈夫でしょう。じゃあバンビのまたがるシーズンいってみます。ちょっと社長に内緒で勝手にまたがってみた。はい、ということでこっそりまたがるシリーズも終了です。ということで、今日はちょっとこっそり撮影に潜入企画にご協力いただきありがとうございます。あ、とんでもないです。はい、じゃあちょっとまた次回、あのまだまだいっぱいありますんで、ちょっと潜入企画やらせていただきます。ということで今回の企画は以上となりますので、バンチャンネルのチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。またね。